札幌駅前通り地下歩行空間地下歩行空間地下歩行空間札幌駅前通り地下歩行空間は札幌市中央区にある都市計画道路。愛称は地下歩札幌駅前通りの真下にあり札幌市営地下鉄南北線札幌駅と大通駅の間をつなぐ地下空間。北海道旅客鉄道札幌駅北側から地下歩行空間を通って 地下鉄南北線すすきの駅までの1900メートルが、ほぼ直線でつながっており、日本国内で、最も直線距離が長い地下通路になっている。近年では老朽化によるビルの建て替えラッシュにより、地下道沿いに地下街の商業施設が立ち並んでおり、地上の札幌駅前通札幌地下街、オーロラタウンポールタウンと合わせて、地上地下の繁華街を形成している。 札幌駅前通りの機能充実と地下活用の推進、札幌駅周辺地区と大通地区を地下歩道で接続することにより、二極化している証券の回遊性を高め、四季を通じて安全で快適な歩行空間を確保することを目的に計画した。札幌駅前通り地下歩行空間は、道路と広場の二つの側面があり、道路としては、 札幌駅側の北海道道十八号、札幌停車乗船区間を、札幌市、大通公園側の国道三十六号区間を、国が管理している。市民へのアンケート調査などから、明るさと開放性が求められたため、天井の各所にスルーホールを設けて、自然光が通路内に差し込むように設計している。また、広場としても、市民の意見を行政が取り入れて道路に、 広場の条例を制定し、イベントが開催できる、パブリックスペースを設けている。地下歩行空間広場は、札幌駅前通り町づくり株式会社が、指定管理者として、管理運営している。平成23年照明不及賞、500メートル美術館、とともに、地下歩行空間として2012年度の、グッドデザイン賞、第25回全国外色事業コンクール特別賞を、 受賞している。札幌駅から大通りまでの地下通路については、1971年の札幌市営地下鉄南北線開業時から民間主導による地下街を整備する構想を持っていたが、進展しなかった。1994年に札幌市が地下利用ガイドプランを作成し、札幌駅周辺と大通周辺を結ぶ地下ネットワークを示した。 翌年から札幌駅前地下通路の整備検討を始め、当初は通路として計画して沿道とのつながりを重視していなかったが、アピアや JR タワーとの連携や関係機関との調整など検討課題があって結論を先送りした。第四次札幌市長期総合計画において札幌駅前通り地下通路の計画推進を位置づけると2000年から 市民のニーズを把握するモニター調査やユニバーサルデザインのための調査、パネル展での情報発信を行い、2002年に都心町づくり計画を策定して、沿道建物と一体の地下歩行空間として計画した。2003年に地下部分、2005年に地上部分を都市計画決定した。地下歩行空間整備工事は車両や歩行者への交通規制を 最小限に抑えるために、通年施向の夜間工事を実施した。また、地下に埋没している電線やケーブルの移設に時間と費用を費やしたことなどから、2009年の完成を目指していた工事が遅れた。札幌駅前通り地下歩行空間は2011年3月12日に開通したが、前日に発生した東日本大震災による甚大な被害状況を 考慮して一連の開通記念イベントを中止した。また、当面の間は、歩行空間内の照明の明るさを落とす措置を取った。開業1周年に合わせていった一般募集により、札幌駅前通り地下歩行空間のキャラクター、地下さんがお披露目され、愛称が地下方に決まった。これは、空間を表す、地下というフレーズが入り、 すでに多くの市民が呼び習わしている略称、地下歩を活かす形となった。同時に、北大通交差点広場は、通り広場、北三条交差点広場は、北三広場の愛称に決まり、それぞれのロゴを作成した。札幌駅前通り地下歩航空館は、開通後の5年間で、札幌駅前通りの歩行者通行量が、地上、地下合わせて、平日では、 約2.3倍、休日では約2.9倍に増加し、大通ススキノ地区の歩行者通行量も増加した。また、地下歩行空間内の交差点広場は、多種多様なイベントが開催されており、高稼動率で推移している。一方、課題として2015年に発生した、地下歩行空間に接続するビルの地下飲食店からの出荷では、防火シャッターが作動せずに、 大量の煙が地下歩行空間に流入する事態が起こっている。創造都市札幌の推進、市民活動の推進、都心回遊、活性化の推進、都心のビジネスパーソンへの快適な日常、札幌、北海道の魅力発信の、推進北大通交差点広場、北三条交差点広場があり、憩いの空間に比べて広い空間であることから、 比較的大きな催しを行うことができる。また、壁面に設置した大型ビジョンと一体で利用することもできる。北二条広場は、創造都市札幌の取り組みを可視化する場として、日本国内初となる公共のコンシューマー・ジェネレーテッド、メディア型デジタルサイネージを展開している。北二条広場西側の奥には、 防災センターがあり、北三条交差点広場東側には、札幌周辺公共交通案内、札幌駅バスナビのタッチパネルを設置している。コンパクトな空間であり、手軽に使用することができる。休憩スペースになっている。ありがとうございます。